ベナンツェオ・ラウッツィーニは、イタリア人のカストラート、作曲家、ピアニスト、歌唱指導者、演奏会工業者。ラウッツィーニは、少年期、システィーナ礼拝堂の合唱団に所属しており、ドメニコ・コッリとムツェオ・クレメンティの弟子であった。またローマでは、ジュゼッペ・サンタレディに、ナポリでは、ニコラ・ポルポラに支持している。ラウッツィーニは、カメリーノに生まれた。彼が、 オペラデビューを果たしたのは1765年、ローマのバーレ劇場であり、ニコロ・ピッチ2のオペラ、イルフィント・アストロリゴで男性役の一人を演じた。1766年には、ベネツィアのサン・サムエレ劇場で歌い、その後の1766年から1767年には、バイエルン国立歌劇場の舞台に上がった。ラウチーには、多くの既婚女性と浮名を流したために、 ミュンヘンの宮廷を去らねばならなくなった。次に1767年に彼がウィーンの宮廷で歌った際にはモーツァルトが聴いていた。モーツァルトはラウツィーニの歌声を聴いて喜んだ反応をし、ミラノでルチオシンラの主役を演じてほしいと申し出た。その後、特に彼のためにモテット、エクスルターテユビラーテを作曲している。ラウツィーニは1770年代初頭には、 ベネツヤトミウン編での演奏活動に復帰し、1774年から舞台を退く1778年までは、ロンドンでも大きな工業的成功を収めた。オペラ歌手として第一線を退いた後、彼は歌唱とピアノの指導を行い、また多くのオペラを作曲した。数年間ロンドンに暮らした後の1780年にバースに今日構え、 1781年にニューアセンブリールームコンサートの指揮者となった。ハイドンは1794年にラウッチィーニの元に滞在し、もてなしへの返礼として、カノン、タークは忠実な犬でしたタークワズ、エーフェイスフルドッグを作曲した。題は、ラウッチィーニの愛犬の記念碑から取られている。ラウッチィーニの著名な弟子には、スティーブン・ストレイス、ナンシー・ストレイス、マイケル・ケリー、 ジョン・ブラハムラがいる。ラウツィー2は1781年頃から1810年にボッスルマデバースで演奏会の式、興行を行った。彼の弟子の多くは彼が毎年開催する予約演奏会に登場した。彼は生前に自らの歌唱法のアイデアを記した声楽教本や一冊の専門書を出版している。ラウツィー2は バース大聖堂に埋葬されており、聖堂には弟子のナンシー・ストレースとブラハムが彼を記念する石踏みを建てている。出典、ありがとうございます。